のに、カズキくんが甘すぎる。星2、少女漫画のポテンシャルの高さを感じさせてくれる漫画。主人公の JK は書状こじらせたタイプ。この JK は同じ塾に通う全くエンカウントもしたことのないメガネが好きだったために、そのメガネに告白したら、知らない人とは付き合えないということで振られて SNS で悪口を言われる。それによって書状こじらせた JK のメンタルはゲシュタルト崩壊。もう恋なんてしないなんて、言わないよ絶対ということで、恋愛やめます宣言をする。そうしたら、次の日のクラスのイケメソに甘やかされて、恋するをリスタートするというぶっ飛んでいる作品。少女漫画は結構な頻度でこういうロケットで突き抜けた作品に出会えるから面白いのぜ。何がぶっ飛びすぎているかっていうと、例えば見ず知らずのオタクデブメガネがいきなり告白してきたら、お前はどう思うんだ?という話で、そりゃ引くだろって感じ。でも少女漫画のメスは主に主観で生きるストロング生物だから、自分が好きな細長いイケメソは、自分のことが好きだろう、自分がこんなに細長のことを知っているのだから、細長も自分のことを知っているはず、という文芸思考回路の持ち主なのぜ、すげえのぜ。メンタルもびっくりするくらい豆腐で、引きこもりが外に出て玄関でつまずいたら、もう二度と外に出れなくなった、みたいなガラスのハート設定している部分もぶっ飛びすぎてべね。そんなほえー、ぶっ飛んでますね、というのをたしなむ漫画、ためになった、面白かったと思ってくださったらチャンネル登録よ。